はい、どうも、トワイスです。今回もスカイリム実況やっていきたいと思います。前回、前々回から引き続き連撮りで撮らせていただいております。前回、前々回も、激闘だったんですけれども、3戦目になるんでしょうね、きっとね。多分、大ボスがこの後ね、控えてると思うんですけど、もう勘弁してくれって感じですね。僕の喉の調子的にも。では、やっていきたいと思います。ここに2つのドクロをはめるんですね。はい、トルステンのドクロの鍵、サイレックのドクロの鍵。はいはいはい。凶王オタール、ちょっと待って、ドラゴンプリスト、やめろ、やめるんだ。うわー、マジか。ちょっと待って、これは攻撃系のブレスとかじゃないと多分ダメだぞ。燃えろ、おらおらおら、やばいやばい、うぅはい、棺の真ん前でセーブしたのが功を奏したね。ちょっと装備を整えましょうか。ファイヤーブレスもいいけど、今一瞬出てきた敵はドラゴンプリーストと言いましてですね、古代人の中にはドラゴンに仕えて、いろいろ、まあ、なんでしょうね、身の回りの世話をするじゃないですけど、そういう感じのことをする人間たちがいたわけですよ。まあ、それが各地に散らばって、まあ、それぞれの棺で眠っているんですけど、私はどうやらそれの封印を解いて、そいつを倒さなきゃいけないみたいです。じゃないと、新しいシャウトが手に入らないと。さっきの強さ見たでしょう。あんなのどうやって倒せって言うんだ。どうしようかな。魔法使いだったら霊体化を使って呪文の詠唱の隙をなくすとか、そういう方法もあるみたいなんですけど。これ使ってみるか。死の標的、これで相手の防御力を少しでも弱めて、どうしようかな。それともウェアウルフ使ってみる。はめて歯車が動いて、棺から出てくるまでの間に多分変身は完了すると思うんですよ。やってみるか。でもシャウトとか効かねえだろうな。オッケー。とりあえずね、何でしたっけすぐ忘れるんだもん。死の標的、こちらをちょっとメインで使ってやっていきたいと思います。ほら行くぜ。おい、はい、おら、はい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 。なんだなんだこのゴリ押し感は。はい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 。HP 見てなかった。はい、棺の前でセーブをしたのでね、またここからやり直しということになるんですけど、なんでしょうね、2回目にして早くもハメ殺しというせこい方法を使ってますけども、それでもあのざまですからいいです。僕はハメ殺します。あ、危ない。来いよ、次こそやってやるぜ。はい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 。なに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 、このダメージ、何このダメージ、
やばいね。これはやばいね。帯電の薬あったっけ？あるね。これでなんとかならないかな？一応マジカも回復しといて。おら！おら！おら！やばい、やばい。HP が。くそ、毒効くのか、こいつ。おい、はい、あ、はい、戻ってまいりました。あのですね、雷の精霊を召喚されたら終わりだと考えて正解ですかね、もしかして。なんか今のうちから使える薬とかないかな。毒塗ってなんかないかな。なんか錯乱とか多分意味ないな。両手武器もないしな。うん、これといって他に有効なものはなさそうです。頑張ります。頑張ってはめ殺します。はい、はい、よし、はい、はい、毒を塗ってスタミナ回復して、はい、はい、はい、よし、はい、どうだ、どうだ、これは相手は防御しっぱなしだぞ。いけるんじゃないか、いけるんじゃないか、これは。よし、お前変な動きするなよ、そのまま黙ってろよ。行ってやるぜ、おりゃ。はい、はい、はい、よっしゃ、お前そのままだ、そのまま行けよ、そのままだぞ、そのままだ、よし。こんな勝ち方をして嬉しいかって、嬉しいに決まっているだろう。200ゴールド、骨の粉、オタール。はい。ドラゴンプリーストを倒すとですね、仮面が手に入ります。で、このオタールは炎、霊気、雷撃に対する耐性が強化されるという、ものすごく嬉しい。しかも、重装の私にとってはちょうどいいですね。重装の頭装備です。まあね、せっかくもらい受けたんでね、装備しましょうか。オタール。こんな感じ意外と悪くないんじゃないですか。さて、今日オタールも骨と化したことですし、早速ドラゴンシャウトとあと宝箱を回収しましょう。炎上スチールプレートの光明さんの腕当て、片手武器ダメージ上昇、これはいいね。あー、さっきのアルケイン不時期でなんとかしたいですね。どうしよう、重すぎるって言われて。13キロか。 OK、 お、シャウトだ。さあ何が手に入るかな。カイネ、カイネの安らぎ。はい、カイネの安らぎということですけど、一体それは何だ。はい、声は野生の獣をなだめ、戦闘や闘争の意欲を失わせる。はあ、つまりインペリアルの特性で最初から持ってるこの皇帝の声、これは人間に対して効果があるんですけど、このカイネの安らぎは動物に対して効果があるってことですかね。っ
ってことはあれですかね、クマとかあとサーベルキャットなんかと戦った時に、戦いたくない時はこれを使えば逃げれると、そういうことでしょうかね。まあクマとかね、あまり無駄に殺したくはないんでね。あれあれあららら、これ回収できるのね。あとで家の飾りにでもしようかしら。うふふ。どうしようかな。試し打ちとかもしたいところではあるんだけど。まあ、とりあえず、なんでしょうね。出ましょうか。まあいいか。今回はですね、ボス戦、凶王オタール戦だけになってしまいましたけれども、まあ無事ラグンバルドで力の言葉を手に入れることができましたというわけで、今回はここまでとさせていただきます。かなり短くなってしまって申し訳ありません。次回からはまた、アーンゲール氏に力の言葉のありかを聞いて、またそっちのダンジョンに向かいたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。